皆さんおはようございます経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきまして大きな画面でここに記載されている第1条から第7条のも 一期一語句読読みみ飛ばすことなくお読みくおださいどこか1箇所でもね、えー、承諾できないというところがありましたらあなたはこの動画の続きを見ることはできませんのでここで動画を止めて、えー、この動画を切ってくださいすべてね一語一句承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができますそれではいってみましょう LINE 登録してくださいねそしてこの動画の感想をお寄せくださいえー、っとステッカー大好評で売れてます1万円600円ですはいそれでは令和いき,いきます令和2年1月4日土曜日草ン新聞 FX 中野研究会今日のね千葉県松戸市はちょっと曇ってるね朝からね ねえ、肌寒いですけれども、まあなんとかね、春が近づいてきてるって感じしますね。まあそんな氷点下、行 <laughs> くまで寒いってわけじゃないですね。うん、今年はまあ、まあどっちかというと暖冬かな。まあ雪もまた降らないかなって感じですね。去年も降ってないしね。うん、またドカ雪がいつ降るかわかりませんから。だいたい2月に降るんですけどね。あの、受験シーズンにね、降っちゃって大変なことになるんですけど、 まあ、あの、受験はね、もっと早くやってほしいですね。12月とか1あの11月とかにね。本当にこう、2月にやられちゃうとね、雪が降っちゃうんでね。受験生は大変なのかなと思います。はい。で、今日のね、お題なんですけれども、えー、バカの作取ということでね、あのー、やってみたいと思います、えー。でね、最近ね、あの、バカの作取ってね、 えー、YouTube 上で流行ってるんでね、まあ、僕の考えるバッカーの搾取ということで、えー、サラリーマン編と独立企業編と投資編と、えーまあ、私はね経営コンサルタントなので、えー、よく分かってるんですよね、まあ、サラリーマン編っていたい大体、まあ、まあ大企業から中小零細企業まで何千社何,何千社という経営コンサルティングをやってきましたけれども、えーまあ、大企業 まあ中小零細企業だったらね、直接社長からえ依頼があってね、経営コンサルティング始めるんですけども、まずサラリーマン編と独立企業編と投資家編とまあ FX の株とかね、仮想通貨の投資。で、ここら辺でみんなあのバカな行動をしてる人はお金が全部なくなっていっちゃうという話をね、今日はしたいと思いますよ。で、まずサラリーマン編ですね。私も えー、大学出てから、ねえー、三菱電機に入って三菱商事行ってです、ねえー、人並み以上にサラリーマンやってきましたそ,のそれ以外にも、ね、経営コンサルタント29歳で経営コンサルタントになりましたけれども、まあ、29歳から30歳の時代は主に大企業ですね大企業、まあ、ソニーとか、ね、フジフィルムとか、えー、住友商事、まあ、その他、ね、大企業ばっかり経営コンサルティングやってました えー、その時の話をしたいと思うんですがまずですね、えー、今年2020年は、えー、世界大恐慌が勃発し、えー、より一層リストラが本格化しそうですね、まあ、去年ですねせ2019年はですね実は大企業を中心にですね リーマンショック以上のですねリストラが行われました。これはね、実は誰も知らないことなんですけどもね。で、今年はまはあ、東京オリンピックが終わると、さらに一層、公共工事がなくなりますんでね、さらに一層ですね、えー、日本の経済も悪くなると。す、ま、で、あ、にね、悪くなってるから、税金が足りないから消費税上げたわけですよね。景気が悪いから税金上げたわけですよね。景気が良ければ税金なんか上げないんだから。 はい。で、次にですね、えー、売り上げを、このね、んで、世界大恐慌が勃発してですね、会社も生き延びなくちゃいけないんだけども、会社が一回生き延びるのはどうしたらいいかと言ったら、売り上げを伸ばすか、経費を削減するか、どっちかしかないんですよ。そうしないと、あの、利益が保てないからね。利益がないと、従業員に給料払えないから。それで、売り上げを伸ばすのは、まあ、マーケティング、 戦略を考えなくちゃいけないんですけども、今回はこっちね、経費を削減しなければならなくて、経費の中のね、約ね、まあ大きく、大き約6割ぐらいはですね、人件費なんですよね。人件費。だから、あ企業、まあ大企業から中小零細企業は、人件費ですね。まあ,あの職業、職種によって違うんですけどね。まあメーカーだったらこんな6割もいかないですよ。人件費は。あの、3割ぐらいですけどね。 あと、原材料費とか工場費、工場の管理費とか設備費あるからね。サービス業だったら6割いっちゃうかな。人件費を削減することでですね、あの、会社は利益を、利益を伸ばすわけですね。はい。あの、経費が削減されれば利益は伸びますから。過去最高益になりますからね。売り上げがあの停滞しててもね。だから、あの、手っ取り早くですね、売り上げを伸ばすのは大変なんでね。 競合私いいいっぱいいるからね経費を削減するの簡単だから、首切っちゃえばいいからね。だから <coughs> 私も大,大企業から中小零細企業までね、えー、っと経営コンサルティング、経営コンサルティングっていうのはどうやって会社が生き延びていけばいいか、利益を伸ばせばいいかって話をするんですよね。で、経費を削減するか売上を伸ばすかどっちかなんで、両方やるんですけれども、簡単なのは経費を削減することなんですよ。その中でも 原材料費を削減するのはすごい大変なんでね、もうすでに削減してるから、人の首を切っちゃうのが一番早いんですよね。だから、え経験が悪くなると、すぐにリストラってなるわけですよ。それでですね、なぜ人を、えー、リストラ、首切っちゃうのが簡単なのかっていうのは、ここの3番にあるんですね。で、これは会社側だけじゃなくてですね、まあ、労働者の方も、まあ、サラリーマンの方も悪いところがあると。 サラリーマン、パートアルバイト含むんですが、労働者ですよね。労働者。労働者っていうのは、労働法、労働三法っていうんですけどね、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法、その他、関連法律いっぱいあります。あと、並びに、労働判例、裁判所でですね、労働、 のですね、あの、まあ、クビ、首になったのは違法だと何とかあるんですよね。そういう判例っていっぱいあるんですよ。で、こういうの本になってますから、これを熟知してないといけないですね。サラリーマンである限りね。で、こういうのを、労働法を勉強してない人から先にリストラ対象としてあげます。はい、あの、まあ、営コンサルタントもその、まあ、僕がやってるわけじゃないですよ。 人事部とかね、まあ、中小企業、零細企業だったら、社長自らね、あいつ、労働法勉強してねえから、労働基準監督署行かねえだろと、いうことで、あいつ、バカだから、バカなやつから一応、クビにするっていうのがね、あの、<coughs> この世の中のおきてなんですよね。で、4、その上で自分の会社の就業規則を、まあ,あの労働者なのに <coughs>、まあ、サラリーマンなのにね、 自分を守ってくれる就業規則、会社の就業規則を読んでないと、細部まで読んでない人が多すぎるんですよ。うん、で、読めばあの、ね、給料をカットしちゃいけないとかね、えーまあ、クビにしちゃいけないとかって書いてあるのに、まあ、そういうの読まないから、社長からお前あの遅刻が多いからクビだとかねあの、営業成績が悪いからクビだと言って、 ああ、そうですか。お前はバカだし、アホだし、こうこうこういう理由でっつってね。労働基準法、労働法ではクビにしちゃいけないし、就業規則でもクビにしちゃいけないって書いてあるのに、お前は営業成績が悪いからクビだと言われて、確かにその通りだな、つって、えー、バカなサラリーマンはね、確かに自分が悪いんだ、つって、じゃあ、やめますって辞表を素直に出すと。それがね、<laughs> あの、今までね、会社に雇ってくれた、恩返しなんだって思ってる人いるんですけど、それ間違いだからね。で、労働、<laughs> そんなことやったら、路頭に迷うじゃないですか。で、労働法の矛盾をいつでも追求できなければ、リストラ対象者となってしまいます。だからね、えー、会社に貢献してる人、学歴がいい人、悪い人、関係ないですから、労働法を勉強してないで、毎日ボケーっとしてる人から、 えー、リストラ対象になるということですね。まあ、これ、経営コンサルティング担当の立場からしてもそうですね。でもしね、あの労働法を勉強してて、労働判例もね、裁判判例も熟知してて、えー、労働組合に駆け込んだりね、あとは労働基準監督署に駆け込む、でそれを法律を盾にして駆け込む、就業規則もいつもコピーして持ってると。えー、そういうようなね、あのことをやってる人っていうのは、 えー、常に分かりますからね、社長の目からも分かるので、リストは対象にはしないんですよ。なぜかというと、会社が裁判やられちゃうから、労働基準監督署からね。そして、補助金が出なくなるんですよね、翌年からね。はい、だからそういうことを知らないといけないね。そして、ましてや、上司との人事勲に関する打ち合わせの際、逐一録音、録画をし,しなければ、何の証拠にもならないんですね。 それで労働基準監督署も動かないし裁判に申し込んでも負けてしまうと労働基準監督署は証拠がなくても一応駆け込めばですねあの調査してくれますけども <laughs> 証拠がないとさあの<う>最終的には罰則はないですねで裁,判って裁判所っていうのは皆さん、ね、正,義正義があの守られる場所だと思ってるでしょ裁判所って世の中に正義ってのはないんですよ 裁判所っていうのは、正義かどうか、それが、あの、となのか、まことなのかどうなのか、ね、誠、本当にあったことなのかどうなのか、本当の出来事なのかどうなのか、ね、本当にあったことなのか、それが正義なのかどうなのかっていうことを判断する場所じゃないです。裁判所っていうのは、あくまでも、 証拠が本物かどうかを判断する場所なんですよ。で、証拠がない、証拠がない、あの、録音、録画したものがない、書面がないものについては、一切証拠として取り上げないですからね、裁判所っていうのは。うん。まあ、あの、あとは、まあ、 目撃者とかいうのももあるけどそれも証拠にがなければ、証拠がなければ完全に負けます。なぜなら、あのそう言ってるけど、あなたは証拠あるんですかないですよね。裁判所は、あなたが善人なのか悪,な悪人なのかを判断する場所ではありませんと証拠を。証拠が本物かどうかを判断する場所なので、証拠がなければ、あなたは何を言って、 言ったろうが、それは夢物語たりしかありませんってことで、悪人がいつも勝つんですよ、悪人が。悪人っていうのは、悪徳裁判、悪徳弁護士もいるけれども、証拠をでっち上げるんですよ。でっち上げるんです。そして、それが裁判所で認められるんですよね。だから、世の中、日本、最低でも日本にはね、今のところ、 正義はないんですね。だから自分のことは自分で守るしかありません。で、これがサラリーマン編ですね。まあ、最低でも、ここですね。逐一、録音、録画をしなければいけないっていうのと、えー、労働法を熟知し、労働判例をも熟知すると。まあ、本売ってますからね。判例もね、労働法も。まあ、ネットでも見ていいですよ。あとは、就業規則も。えー、まずは、あのー、 コピーしとかないとね、就業規則ね。そうしないといきなりクビになったときには、就業規則持って外出れないからね、会社の外にね。あとは自分の勤務記録。えー、勤務記録もいつもコピーしとかないとねで。サービス残業は何かやったのか、毎日の就業、何時に出勤して何時に出たのか、あとないつ何を言われたのか、録音ですね、録画ですね。 こっそりポケットに入れないといけないですね。はい。これができなければ、あのただクビになるだけですからね。できればいいですよ。ほんで、首 <laughs> にあの、特に正社員の場合はね、正社員の場合は、えー、どんな理由があろうとも、遅刻が多いとかね、えー、成績が不審だとかあろうとも、えー、いきなり首にはできませんから。正社員の場合は首にはできません。 そして、組って言われたら、えー、裁判を起こしてください。裁判をね。そうすると、過去の判例で、いつもの判例では、えー、1ヶ月分じゃないですよ。これ、1年分の、一年分のですね、一年分の給料を払いなさいと。会社側にね、いつもこういう判,判例が出ます。1年分ですよ。一ヶ月分の給料を出せ、じゃないですよ。 だから500万だったら500万、年収500万の人は500万、300万の人だったら300万円もらえますから、あと弁護士入れたら弁護士分取られちゃうけどね、2割ね。そうだね、手付金30万と2割、だから300万だったら60万だから90万取られちゃうからね、全部でね。だそれはちょっと痛いですけどね、300万のうち90万取られちゃうから210万しか取れないですけど、 1>, えー、1年分の給与をいつももらえるようになりますから、どうしても会社首にしたい場合ね、はいで。1年分払うの嫌だなと思えば、またあの会社復帰できますから、こ、まあ、こら辺を押さえておいた方がいいと思います。次に、確保2番、独立企業編なんですけども、まあ、これまたひどいもんだね。 1、会社を辞めて独立起業する人が多いですね。まあ、しょうがないね。クビになっちゃったんだからね。はい、それで、えー、特に飲食店簡単だからと。まあ、飲食店をやる人、すごく多いです。もうむちゃくちゃ多いですね。ラーメン屋とか。な,なんでラーメンやんのっていや、僕ラーメン好きだからと。好きだから、ラーメン屋うまくいくに決まってると。で、ね、日本全国ラーメン食べ歩きしてるから、 自分の納得のいくラーメンは自分が作れるんだって言ってね、盲信に走ってるわけですよ。それはケーキ屋も一緒ですよね。花屋も一緒です。<laughs> で、居抜きの店もいっぱいあるんでね、簡単に始められるんですよ、飲食店っていうのは。だから、あのーまあね、ラーメン屋でもカレー屋でもケーキ屋でもね、まあ、花屋なんかなんかも、飲食店じゃないけど、そうですね。特に飲食で花屋を抜かしてね、カレー屋でもラーメン屋でもケーキ屋でもね、あのすぐに始められます。そして、 えー、しかし実際にはレッドオーシャンなんですよ。そりゃそうだよね。簡単に始められるからみんなやるわけであって、えー、レッドオーシャンっていうのはもう赤い海ってことですね。もうたくさんのピラニアがいっぱいいてね、血まみれになってるわけですよ。みんながみんな参 <laughs> 入してですね、お互いにね、けなし合ってるからあ、血まみれになった海なんですね。もうレッドオーシャンなんですね。 でまあそうだよね、簡単だからみんなラーメン屋始めるし、ケーキ始めるわけですよで。約8割は1年未満で撤退と、ある意味頭のいい人ということですね。でこれはね、あの国税庁、税務署の国税庁のですね統計によると、開、え、業、ー、届け出すでしょ。まあ、あの会社費作っても、株式会社作っても、個人事業主でも開業届け出すじゃないですか、税務署にね。そして1年後にですね、 1>, 1年後か、まあ、個人事業主にやったら12月ですよね、決算で。えー、3月31日までにあの確定申告出さなくちゃいけないあ3、3月15日まで出さなくちゃいけないですけれども、それを出す人っていうのはもう2割ぐらいしかいないと。約8割は1年未満に撤退しています。まあ、最初からうまくいかないからね。いかないんで、毎月赤字でしょ。1ヶ月目赤字、2ヶ月目赤字、3ヶ月目赤字。 家賃も払えない。材料費も買えない。4ヶ月目。はい、終わりですね。そして、夜逃げする人も多いということですね。はい。そして、次、3番目。はい。これ何でしょうか。毎月大赤字なのに、4年も5年も続けている人がいるんだよね。この、まあ8割撤退。8割にはね、バカな、バカなんだけど頭いいんですよ。 なぜかというと、ダメだねっつって撤退する勇気があるんだよね。これは勇気があって、撤退する勇気があって、撤退した方がお金がこれ以上減らなくていいねっていう頭もいいわけですよ。ね、一年未満に飲食店とかラーメン屋とかね。えー、頭が良い人。馬 <laughs> 鹿の中の頭が良い,い人だね。 はい。撤退する人、人って勇気があるし、頭がいいんだよね。だから撤退するわけですよ。これ以上やったら、本当に大借金抱えちゃって、再起不能になるよと。しかし、4年もね、5年も続けちゃう人いるんだよね。これがまずいわけ。これが。で、銀行へ借金を重ね、えー、家にはお金も入れないと。なぜかというと、毎月赤字だからね、えー、パートアルバイトさんに給料払って、 で、店舗の家賃払ってえ、そして原材料費払って、したら自分に回ってくるお金ないと。だからじ、ね、自分の家族にはお金を入れないって。どういうことってこれ、霞では食っていけないんだからね。霞では食っていけないんだから、こんな最初の1ヶ月、2ヶ月だったらいいけど、1年、2年も家にお金入れないのっていうのは、人間じゃないから、それ。人間じゃないから。野良犬とか野良猫だからね。 で毎日ラーメンやケーキを子供に食わせてるやついるんだよね、これ。これ最低だからね、これ。うん。もう野良犬や野良猫じゃねえんだからさ。最低の中の最低な親だから、これはもう早く撤退しないといけないです。いわゆる損切りだよね。あの、いや、続けてればなんとかなるわけじゃないから、人間というのは。これは、あの人生の損切りができない人なんですよ。 で、FX もそうですけど、損切りをするから、億万長者になるんですよ。これ損切りして、出直すしかないじゃないですか。もう、失敗してんだから。これ失敗してるのに、4年も5年も10年も20年も過ぎてたら、どんだけですか周りに迷惑かけますかそ、そこで自己破産したら。早めにね、自己破産する前に、やっぱり、人生立て直した方がいいですよね。周りに迷惑かける前にね。 そしてね、さらには、えー、実家や友達に泣きついてですね、お金をいつまでもむしり取ってる最低なドラ息子、これ最低だね、親にね、えー、実家の親にね、あのー、金をせびってね、毎月毎月。これやられたら最,最,最低、最、あ、低の中の最低。おいおい、それって生前贈与じゃねえかよって話になっちゃうからね。 税金取らられちゃうからね,これねそういうことも全く分かってない人が多いからねはい <laughs> そして最後に独立企業なんて一度や二度したくらいでは誰も成功しないんです、ね、独立ラーメン屋始めたケーキ屋始めた、えー、カレー屋始めたなんて一度や二度やったぐらいで成功してたら世の中みんな億万長者だらけですから成功なんかしないんです ね、七転び八起きって言ってね、七回も八回目もやって、ようやくですね、一回成功するかぐらいなんですよ。まだ早いよ。十回ぐらいやって、ようやく一回成功するぐらいだから。また、あ、殲密って言ってね、千回やって三回成功するぐらいですから、殲密って言うんですよね。<laughs> はい。そして、最後ですね、自分の人生をですね、 早く自分の人生を損切り自己破産なら自己破産しなくちゃいけないよね、これ。勇気がなくて、勇気がないから自己破産できないわけでしょ。でも最後、勇気振り絞るしかないよね。振り絞って、そうしないと自殺することになっちゃうからね、これね。自殺するのって簡単だから。ただめ、周りに迷惑かけっぱなしだよね、これね。自殺するっていうのはね。だから自己破産するのって、どんだけ勇気がいるからですよ。ね、その後、息殺しになるからね。 で、〇〇〇からやり直せと。これはもう、だから、まあ、あの、タクシードライバーでも何でもいいからね、その、えー、っと、また裸一貫からやり直せってことですね。はい、ということなので、独立起業するしてもいいんだけども、損切りポイントを決めておかないとね、いつまでやってダメだったら、もう一旦やめないとダメだよね。で、しかも、家に、 家,家庭があってね、おかみさんとか子供がいて、お金も、ね、入れられないようなことっていうのは、もうすでにアウトだから、これ。はい。で、なぜかっていうと、まあ、家族かわいそうでしょ、これ。かわいそうっていうのと、いつまでやっててもね、あのラーメンもケーキも売れないで、毎日毎日、ゴミ箱捨ててたら、自然環境に悪いじゃないですか。ね、世界中には食べ物も食べられないでね、困ってる人が。 ね、日本だって、えー、ご飯食べられないねあのシングルマザーっていうかね、あのー、家がいっぱいあるのになんで毎日ラーメンしてたり、ね、カレーしてたりケーキ捨て,る捨ててるんですかとそんな自然環境破壊しないでくださいねとね地球が泣いてますよということなので自分だけじゃないってことをね思ってください次にですねカッコさん投資編これで終わりですね で、投資編なんですけども、えー、っと、まずね、株、為替、FX ですね。あとは仮想通貨、ICO も含めてね。あと先物、マンション不動産なんかもいいですよ。投資だからね。いきなり全ての財産をつぎ込むのはバカかアホしかいないんですよ。バカかアホ。はい。 株でも為替でもね仮想通貨でも先物でも不動産でもね投資して損が出たもう死にたい死ぬとか言ってる人っていうのはバカかアホのどっちかですはいいや両方かもしれないねバカの中のアホかアホ,アホの中のバカのどっちかですよねなぜかというと <laughs> まあ中野研究会入れば分かるんですけどねはいあの独立企業も同じなんだけども 最初の一回で独立企業、えー、独立企業投資が成功するなんてありえませんから。絶対にありえませんから。最初の一回目で高藤が6億円とかね、10億円当たるのと一緒でね。当たりますかこんなの。最初の一回で。ね。一生買ってても当たんないでしょそれと一緒なんです。株も為替も一生やってても、ね、利益出ないのが普通なんですよ。それを、 最初に1回でね、ああ、いい ICO が、ICO 案件が来たっつって、自分が持ってるお金ね、1000万、2000万全部つぎ込んじゃったと。いや、これはだ、だって当たんないもん、そんなの。一生やってでしょ一今の自分のお金を一生分に分割して、今年の投資分1万円、2万円ってやらなくちゃいけないですよね。はい、それでですね、 えー、この世の中の現象はすべて期待値計算で成り立っています。すべてね。期待値計算。難しいですよ、これは。あのバカとか、分かんないですからね。分かんないから、どうすればいいかってことなんですよ。それではい。期待値計算。期待値計算っていうのはね、初めて言葉聞いて、聞いた人も多いと思いますけども、数学の確率統計学なんですね。 はい、学立統計学でバカなままでは分からない勉、勉強しないと分かりませんから、勉強しないといけないってことですね。はい、<laughs> も<う>株、<laughs> 投資もそうだし、独立企業、もうサラリーマンも全部あれですよ、投資です、あの、投資ですからね、自分の人生をこの会社にかけるかどうかの投資でしょ、サラリーマンっていうのは。あと、独立企業も投資だし、株、為替、FX、仮想通貨、ICU、先物不動産、 全部投資ですから。ね、パチンコ、パチスロー、えー、競馬、競輪、競艇も全部一緒ですから。あとは、カジノのポーカーとかね、えー、ブラックジャックなんかも一緒ですし、全部投資なんですよ。投資っていうのは期待値計算で、数学の確率の、確率統計学から期待値計算をして、それが1以上になる投資法を研究しないといけないですね。そうしないと、もう絶対に負けます。 独立企業は期待値が1以上にならないと絶対にあの失敗します。でそれをあの独立、ね、あの経営コンサルティングでね、例えばソニーだったらソニーの経営コンサルティングやってましたけれどもあと経済産業省の経営コンサルティングやってましたけれども、えー期待値、期待値がね1になるようなあの会社の運営をするように指導するのが経営コンサルタントなんですよ。 で、中野研究会っていうね、社会人サークルがあるんだけど、ここは何をやってるかというと、期待値計算を教えている社会人数学の社会人サークルなんです。数学なんですよ。間違っても、投資サークルじゃないからね。投資の勉強してるわけじゃないからね。期待値計算を勉強してる数学の社会人サークルだからね。だから、 バカ、何て言うか、バカにはま分からない。このこと自体、バカには分からないんですよ。バカとかアホにはね。だからね、あのー、どうするかってことなんですが、えー、最後ですね。終わりですけど。自分はバカじゃないと思う人はですね、ぜひね、中野研究会にご加入ください。誰でも入れるわけじゃないけどね。あの審査があるからね。 審査があるのであの、誰でも入れるわけじゃないですけどね、お金入れば。まあ、一月一1万1000円しますけど、えー、誰でも入れるわけじゃないですけどね。あの、ほとんどの人入れないと思ってください。ただ入れば、 ものすごい価値のある期待値計算をですね、あの教えている数学の社会人サークルですからねあの、だから投資だけじゃなくて独立企業、サラリーマン生活、えー、社会人生活、家庭生活、すべてにおいてですね、この世の中は期待値計算で成り立ってるんですよ。だから人生うまくやりたい、家庭生活うまくやりたい、奥さんとより戻したい、家族と仲良くなりたい。 え、サラリーマンで独立出世,し出世したいということもですね、すべて期待値計算なんですよね。<laughs> その数学の社会人サークルですので、ぜひですね、中野研究会にご応募していただければと思います。応募のした方はね、この動画の解説欄に書いてあります。はい、今日はですね、えーえー、最近流行ってるね、バカの作取っていう、 えー、動画タイトルでですねサラリーマン編独立企業編、えー、投資編の3つを、えー、解説させていただきました、えー、最終的にはねあの期待値計算ということになりますので、えー、ぜひですねそ,のそんなことないんだとそんなことないんだ俺のう作った、あのー、ラーメンは素晴らしいんだ 俺らの作ったケーキは素晴らしいんだって言いながらね、じゃあ食べログ見たらどうなんだっつったら、もう3.09とかね、もうスカポンタンのね、それまずい部類に入るじゃんかよと、まずい店じゃねえかよっていうね、ミス評価をね、あのそれはあのわざとあのアンチが書いていったんだっつってね、いつまでも認めないようなやつは、 ダメなんでしょうねやっぱり期待値でどんどん高めていかないとね、いけないと思ってますので、えー、純粋無垢にですね、あの素直に、人生ね、人間というのは素直にならなくちゃいけないからね、素直になってですね、いつまでも赤字を垂れ流してるお店は早く閉店してですね、一からやり直さなくちゃいけない。まだ、あ、あの、えー、タクシー運転手と言ってるわけじゃないけどね、あの、まあ、底辺からやり直すしかないからね、 そして、えー、中野研究会に入ってですね、えー、期待値計算の勉強をして、そして2回目、3回目、4回目には、えー、きちんとね、何をやっても成功できるように、えー、なった方がいいんじゃないかなと、僕は愛の心、誠の心を持ってね、えー、教えております。それではね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。